大江町で今日からラフランスの収穫作業が始まりました。こうした中、ラフランスの生産者と消費者が交流し、安全性を PR する会が開かれ、地元の園児たちが収穫体験をしました。この交流会は JA 佐賀西村山が毎年行っているもので、今日は職員や生産者、そして大江幼稚園の年長組が参加しました。園児たちの今日の任務は、残留農薬の量を調べるためのラフランスの収穫です。みんなから取ってもらうけど、植え上げる、必ず植え上げる。収穫方法を教えてもらった園児たち、早速任務開始。しかし、丸々と実ったラフランスに思わず、食ってみんの？食ってみんのはダメだ。果物の中では何が一番好きですか？ラフランスでもいい。リンゴ。JA 佐賀西村山によりますと、今年のラフランスは霜の被害や台風などによる実の落下が少なかったため、着荷量が多く、収量は去年よりおよそ150トン多い700トンを見込んでいます。今日園児たちが収穫したラフランスは、今後検査が行われるということです。一仕事を終えた園児たちには西洋梨のご褒美が。めっちゃ美味しい。今日はみんなと収穫もできてる。甘い。食べちゃった。お家でさ、10個ぐらい食べたくなってきた。生産者の後藤さんは、これから本格化する収穫作業に意気込みます。努力して美味しいものを全力で作りますので、いっぱいありますので、いっぱい食べてください。JA 佐賀江西村山のラフランスは、今月19日に出荷され、21日に直売所などに並ぶということです。